どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さなウクレレを使いまして、いろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ、今回はラブソングやります。しかもレゲエです。はい。Lifetime Respect。三木道三さんのあの曲。一生一生にいてくれやってあれですよ。あのかっちょいい曲をこのウクレレでガズレレ流簡単バージョンでやってみようと思います。はい。簡単バージョンとはいえどもですね、この歌い回しがまあレゲエでちょっと難しいっていうのとありますね。で、いつものように2バージョンやります。最初のバージョンは初心者様でもなるべく簡単に弾けるようにしたガズレレ流超簡単バージョン。そっちは4つ弾きで弾くんですけど、後半かっこいいバージョンではもうキレッキレのレゲエビートでやろうと思います。このレゲエビートっつうのはまた奥が深いんですよ。はい。なんで、後半はかなりね、難易度高い。でも、シンプル簡単バージョンも、ね、演奏はすごく簡単ですけど、それ歌い回しとはこの、レゲエ独特にあの、感じが結構難しいですかね。はい。楽しんでやってみましょう。さあ、憧れの曲、大好きな曲、いつかは本当心から歌ってみたい曲、カラオケ歌うのもいいんですけど、自分でね、楽器演奏して歌う弾き語り、これがもう最高に楽しいんですよ。はい。でもね、何も楽器やったことないとか、ない方がね、ピアノとかギター弾きながらって、まあ夢みたいですけど、ちょっとやっぱ難しい。そんな時にいい人がいました。人じゃないけど楽器が。ウクレレさんです。ウクレレさんは、まずね、皆さん言っときましょう。簡単です、簡単。弦4本しかない。で、しかも、ちっちゃいから、いつも触ってられるんですよ、ソファーの脇に置いて。で、さらにまた面白いこと。簡単なんだけど、始めたら奥がものすごく深いんです。すごくね、深いです。とにかくハマっちゃうよ、ハマっちゃうと思いますよ。で、今ご覧になってるガズレレ YouTube チャンネルを見ているだけで、気がついたらどんどん音楽を楽しめる、そんな人になっております。はい。YouTube だったらいつでもどこでも気楽に、ちょっとの隙間時間を使ってスマホでも見られるでしょ？テレビに映すことも可能だし、しかも一番いいのはね、無料だから。これはやった方がいいですよ。はい。もうちょっとしたらここにリンクがあります。このリンク先の初心者レッスンはここというところにジャンプしていただいて、数字の1番からずーっとこう見ながら、ウクレレ触りながら歌うだけで。あれ今私できてんじゃんもうってすぐなりますから。じゃあ初心者レッスンここで行って、初心者レッスン行ってください。クリック！行ってらっしゃい。そこには私が今まで取りためたありとあらゆる世界中の音楽のジャンルの、曲が、超簡単ウクレレレッスン動画としてアップロードしています。その数700。すごいでしょ。皆さんの好きな曲絶対あります。最新 J-POP から定番の J-POP から、洋楽、ハワイアン、アニメソング、映画の曲、もうありとあらゆる曲やってる。演歌もありますからね。皆さんの曲絶対ある、好きな曲絶対あると思うんで、さっきのリンクの下の方に行くと、曲を検索するところとか、ジャンルボックスに分かれて、検索できるようになってますので、ぜひ探してください。じゃあ早速やりましょう。Lifetime Respect。まずはシンプル簡単バージョンの方からやってみます。1、2、3、4。愛の
したり何があるかこの先わからへんけどお前を絶対離さへんマジで一生一緒にいてくれや見てくれや才能も全部含めて愛を持って俺を見てくれや今の俺にとっちゃお前が全て一生一緒にいてくれやひねくれや意地っ張りなんかいらないちゃんと俺を愛してくれや俺を信じなさいええ加減そうな俺でもしょうもない裏切りとかは嫌いね尊敬し合える相手と共に成長したいね ライフタイムリスペクト三木道三さんのあのかっこいい曲まずはシンプル簡単バージョンやってみました。どうですか。ほとんど繰り返しということでございまして、まあ動画のテロップ内で見ていただくのもいいですけどね、ちょっとこれノート見てください。面白いんで見てくださいね。 C と G7 と F これずっとこの繰り返しなんですよ。はい、ずっと繰り返しね。イントロフレーズここからループって書いてあるし、このレゲエとかあのブラックミュージックとかそういうね、そういうルーツミュージックってこれずっと繰り返すのが多いんですよ。なので今回見てください、歌詞しか書いてないっす。ずっとコード進行一緒ですから。はい、なんで今回はちょっと変わった楽譜になってますけども、ここがいわゆるサビ。本当はですねこの曲すごく長くってここの歌詞の内容もいっぱいあるんですけど、今回ちょっとガズレレ流でちょっと歌詞スペースギチギチになっちゃったんで、ここのサビだけを繰り返したってことになってるんですけど、これ、フルでやりたい方コード進行は本当このままなんで、2番とか書いてやってみてください。はい、であとこれはまあそうですね、このノートを見るっていうよりは皆さんで自分で書き足していくのがいいと思うんでね、まあ参考程度に見ておいてもらいたいんですけれども、で途中のブリッジパート、お前がもしもボケた時もところだけコード進行が Em7 と F となんで、ここだけちょっとブロック、このブロックブリッジブロック4行がコード進行変わる、ここだけ変化があって、あとはずーっとこのコード進行っつうのがね素晴らしいでしょ、素晴らしい。はい、じゃあ出てくるコードを解説すると、 C と F と G7 でブリッジパートの時に Em7 が出てくる。ほとんどコード3つプラス Em7 4つですね。これは超入門コードですよ、これ皆さんやった。ただしあの歌い回しレゲエ独特のちょっと溜める感じみたいなのができるとまあなおさらいいんですけど、まあとにかくコードだけはこの4つできます。この4つはですね、まあ本当先ほどの入門あのウクレレ始めた人ここっていうところでまず最初に習うコードのグループなんですけど、今日はちょっとせっかくなんでこれをシェアします。ガズレレ必須コード、必須って書いてある、必ず覚えた方がいいよというコードでございまして、このウクレレで音楽デビューしようと思う方、これね、ガズレレ必須コードってコードね、こっちいろいろ押さえるんですけど、8個のコードを覚えたら、ほとんどガズレレの世界ではできます。8割、9割。最優先でこのコードを、8個のコードを覚えてもらうと、音楽の世界が早道できるというコードがありましてですね。それを以前、この私が親切丁寧にわかりやすくレクチャーしている動画があるんです。わかりやすいです。ここに貼っときます。ここで、お勉強してください。コードのお勉強してくださいよ。これはね、もういいですから。まあ今日はそんなこと言ったっても超簡単コードなんで、まあすぐにマスターできると思います。今日コードはちょっとあえて、コードの解説しませんけれども、さっきのところでちょっと見てみてください。C はここ。F は斜め。G7 は正三角形。Em7 は G7 の人差し指離す先。この入門コードですかね。やりました。はい。じゃあ、こっからかっこいいバージョンの解説に入っていきます。かっこいいバージョンはね、何が起こるかというとですね、リズムです。レゲエビート出ました。こんな感じでやりたいと思います。一緒一緒に行ってくれや見てくれや才能も全部含めて来ました。この今の弾き方レゲエビート改訂版というかですね、最近この弾き方の特集動画を上げたばっかりなので早速有効利用したいと思います。このレゲエビートのかっこいいレゲエビートの弾き方、ここのリンク先行ってください。ここのリンク先で、ここのリンク先はね、ガズレレのホームページの1枚で、ウクレレでできるリズムのいろいろというホームページの1枚。その中からレゲエビート。ね、かっこいい方のレゲエビート、これやりたいと思います。この曲はちなみに言っておきます。最初から最後まで同じ弾き方をしようと思います。はい。なんで、この弾き方ね。のんきな感じで、ハッピーオーラ。このね、曲の歌詞に合う感じです、これは。これは言っときますけど、この弾き方めっちゃ難しいんで、ちょっとこれ難しいなと思う方は、さっきのリンク先の、ルンルンビート。これがいいと思います。一緒一緒に行ってくれ、ズンズダカ、ズンズダカ、ズンズダ、ズンズダカ、ズンズダ。表
強弱をつける。このルンルンビートってやつもこの曲すごく合います。ちょっとレゲエビート難しいって方はルンルンビート。ルンルンビートもさっきのリズムのいろいろなところに書いてありますんで、動画でお勉強してください。で、一箇所だけ、せっかくなんで決めを入れたいなと思って、そこはですね、今ちょっと、書いてみたんですけど、この決めって書いたらここで決めたいんですけど、ここ G7 で決めようかな。ちょっとここやってみましょう。ちょっと前からね。俺の夢の七色で溢れるのはお前の笑い。タカタタカタドッパーン。最後 G7。チャカチャチャカチャドッパーン。これはですね、三木道三さんの音源を聞くと、ここにパーカッションみたいな感じで、タタカタカタトントタン。ティンパニーみたいになってるんですよ。こんな感じです。これを再現して最後一回 G7 タカタタカタとバン一生一生こういう風に決めてみたいと思います。まあできない方はちょっとジャン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 って盛り上げるのもいいかもしれませんが、ひとまずかっこいい感じでやってみようと思います。さあそれではレゲエビートを大まかにフューチャーしたライフタイムリスペクトかっこいいバージョンやってみる。1、2、1、2、3、4リスペクト、かっこいいバージョン。やってみました。レゲエビート、かっちょいいですよね。キレがね、パッツ、パッツ、パッツ。レゲエビートできるようになると、ほんと気持ちいいんですけど、これ難しいです。体ごとリズムを持ってって、こうね、その中でこう言葉が遊んでるっていうか、この感じ。また歌詞もね、もう本当に、素晴らしいです。愛の歌ですね、これは。はい。皆さん、大いに歌ってください。はい。6月、誰かの結婚式でこれ歌うのいいと思います。まだ時間ありますから、あと2ヶ月。はい。音楽楽しんでやってください。音楽楽しいなという方は周り出して教えてあげてください。その時ガズレレ、今ご覧のガズレレ YouTube もご活用してくださいね。みんなでセッションしましょう。よろしくお願いします。はい、ガズレレではいろんなことやってます。イベントや本もいろいろ出してます。いろんなグッズ販売もある。そんなことのご案内、これからちょっとご案、見てください。はい、今回はありがとうございました。はい、じゃあ情報ご覧になってください。どうぞ。はい、まずガズレレホームページ
ご覧になってください。ガズレレ .com でございます。最近リニューアルしたばっかりですから内容濃いですよ。曲の検索機能も分かりやすくなりました。いろんな情報も最新情報もいつもこのホームページに出てますから、はい、ホームページのリンクここに貼っておきます。そこ見るとね、もういろんなことの、例えば CD 出してますとか本出してますとかあるんですけど、まあホームページいろいろ見てくださいね。そのホームページではですね、ブログも書いてるんですよ、ガズさんは。はい、1日1記事大体書いてるんです。いいことばっか書いてるんですよ、ほんと。これぜひ読んでください。ブログもね、ホームページにありますから。とにかく、ガズレレはね、音楽みんなやろう、どんな人でもやろうっていうのがメッセージですから。はい、でね、聞くよ、音楽聞くのも最高ですけど、やる方が最高。これを合言葉に、楽しんで音楽やろう。楽しんでる人はどんどん周りの人に教えてあげてください。ガズさんの YouTube 教えてあげれば、その人もどん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 もう勝手に上手になる。じゃあ勝手に音楽が楽しくなる、はい、いい世の中になります。ありがとうございます。よろしくお願いします。さよなら。